食べたの。ヤクルト何飲んでんの？オレンジジュース大好きだけど、オレンジジュースしかないから。オレンジジュース大嫌いっていうものがあったんです。何だったの？ヤクルト、さっき買ったの見せて。何買ったんだっけ？いや、大嫌いなのが美味しくないって。ファミマ落とった。いや、大嫌いなのが美味しくないって。それを新しいカバンにつけるんだよね。うん、2個、これ、おまさん。これ、おまさん？うん、おまさんだよ。おま、これ。あ、おまさんだね。あ、ぽくーん。おまちゃんじゃなくて、くまちゃん。白くまちゃんだね、リア。あの、冬のくまちゃん。冬のくまちゃん。これ、なんか書いてある。どうしよう、くまちゃん。今日はどうだった？暑かった。普通？サッカー楽しかった？疲れてます。はい。ダディが買ってくれなかったんだよね。うん。そう。で、怒ったんだよね、リコ。じゃあ、お腹から生まれてくるよ。見て、ママ、ママ見て、ママ見て。あ、ノーノー、ベンチシュート。ほら、大雨なんだよね、今日。びっくりしたね。さっきまで晴れてたもんね。大雨です。で、ゴーヤが黄色くなってきてるよ。あ、ほんとだ、すごい。でもなっちゃダメなんだよ、緑のもの食べたいからね。はい、見せてください。よかった、かわいい。キーホルダー、キーホルダーって言うんだよ。はい、はい、また。リコ、おまたワンタン、クマ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 タン。ドラマティックな劇をやって。え、言って劇。さっきやってたよ。お父さんも死んだんです。お手伝いしてんだよね、リアとリコね。うん、どうやって作るの？え、最初はパンをこういう風にちっちゃく切るの。あのステンジ。え？このパンをちっちゃく私が作る。これで作る。ね。これなんて言った？え、これから。なんて言ったの？ステンジ？あれね、パン粉を作るのがある。スペインにはパン粉売ってないので、食パンからパン粉を作りました。簡単で自分だって作れるもんね。うん、でもなんかリコちょっと黒っぽい。投げるんですか？投げますか？よく転んだ。もう一個？あ、じゃあもう一個ならできるんじゃない？うん、イエーイ、できるじゃん。パン粉はリコが一人で作ってくれました。じゃ
パンをこの中に入れて、このパンするやつでガガガガってやって、で、パン粉を作ります。こうやってね。じゃあ他のについてるパン粉を後でポロンポロンと落ちたのをそれにもう一回つけよう。そこに置いといてくれるじゃん。ちょっとで洗ってみる。はい、よくできました。ありがとうございます。じゃあこれで揚げるよ。揚げるのはママがやるからね。油が熱いからね。今度さ、お部屋紹介しようか。リコのお部屋紹介してあげるよ。どうする？テントの？テントの。テントの中ぐちゃぐちゃだ。じゃあ今日だけここ片付けすれば。もうこれ何？事件。どれ？ここに立ってごらん。写真撮ってあげる。黄色色に蜂が来るんだよね。あれも黄色くて、あと食べる。初めて。夏じゃないよね、これ。夏だよ。夏だよ。石鹸ね。それでね、いつもリアとリコそれやりたいって言って、いつも時間がないから買ってあげた。ほら、こうやって力持ちな絵が描けるんだよね。いやー、じゃあリコは最初は黄色を描こう。おばあちゃんみたいな感じの気がするね。
くるくるの。いや、ミッキーなんか。ミッキー。みんなバレエのビデオ見てバレエ頑張ってねって言ってたよ。みんな頑張ってって言ってくれてありがとう。みんなが頑張ってって言ってありがとう。あとこっち見て。みんな。メメも書いてんだよ。